ガンバとカワウソの冒険は、斉藤厚夫の児童文学作品。差し絵は、矢部内正幸。岩波書店館。四の島を舞台に、野犬たちに追われるカワウソたち、及び、それを助けようとするガンバとその仲間たちの冒険が描かれる。クリックの冒険に登場したガンバを主人公としたスピンオフ作品の2作目であり、ガンバの冒険シリーズの最終作とされる。 時系列では、グリックの冒険よりも後の出来事と設定されている。斎藤が、籔内正幸と話していて、絶滅動物の話題となった際、日本カワウソが、絶滅寸前であることを知ったのが執筆の動機であるという。日本カワウソは、第二次世界大戦後、四国にわずかに生息するのみとなっていた。 作品中では明言されていないが、地形よりに淀川と四万十川が作品の舞台のモデルとなっていることが明らかである。ドブネズミのガンバが冒険者となった一周年記念の旅行を4週間後に控えたある日、彼はかつて町ネズミだった頃のネグラに戻ってきていた。久しぶりの我が家を懐かしむガンバのもとに、満腹、学者、イカ様、詩人の4人がやってきた。彼らは、 ガンバに4の姉妹、たきり帰ってこない詩人の恋人、渚を探すことを持ちかける。大旅行の前の、ちょっとした、散歩のつもりで渚探しを始めたガンバたちだったが、どうやら彼女が戻ってこないのには、もはや絶滅したと思われていたカワウソに関係があるらしく、ネズミたち前作から引き続き、以下のキャラクターが登場する。今作からのキャラクターかもめカワウソやケンたち。 斎藤敦夫、矢部内くんの差し絵、矢部さん、矢部内正幸美術館2004年。ありがとうございます。